皆さんこんにちは、長尾です。今日は沖縄県今帰仁村にあります今帰仁城桜祭りの様子やってきました。今この映像はさ、感じたけど言ったと思いますね。この映像でも写真を撮って収めてくる方も結構いらっしゃいますので、とてもいい思い出になりますね。奥にあるのは世界遺産認定される今帰仁城だと思います。でも素晴らしい桜が咲いているという、沖縄で春一番という感じがしましたね。こちらでも寒い桜は今年の末、この1月の下旬から2月まではこの寒い桜の見どころだと思われます。ちょっと拡大してみましょうね。咲いているということがはっきりとわかります。こちらは今帰仁城市から見た桜の風景と桜の様子が伺えますね。この寒日桜はとても素晴らしい。この映像でもとてもピンク色の桜もはっきりと分かりますね。去年の台風の影響も若干ありましたが、見頃にもなってますね。青空と桜はとても一体な風景になりますね。この風景でも記念撮影をする人もいますし、とても思い出作りもはっきりとできますね。 4K 画質で今回撮ってますので、とても綺麗に桜が撮れるとは思いますね。はっきりと分かります。沖縄は暖かい気候ですよね。寒日桜はとても素晴らしいですね。1月下旬から2月上旬まで見えるということで、この寒日桜はとても素晴らしいです。というイメージが強くなりますね。今度の桜は4月頃見込みの
基本ありますので、この沖縄は先取りというイメージがとても強かったです。会場外でも桜はとても素晴らしいですね。今の映像から見るとはっきりと分かりました。ミツバチが桜を見と見ていますね。晴れた景色と桜はとても沖縄にとってとてもぴったりですね。この様子から見てもはっきりとわかります。グッドボタン、チャンネル登録をしてくださいね。では失礼いたします。